皆さんご機嫌ですか？どうもキーボーです。俺は今人生の大きな波を感じている。わかるか？この気持ちが。もうすぐだ。俺のところに最大のビッグウェーブがやってくる。そうだ、俺は今下痢と戦っている。調子乗ってガリガリ君5本一気食いしました。くじは当たんなかったけど俺のお腹は当たりました。というわけでボケてツッコミ第20弾いってみましょう。死刑タピオカ弾。いや、そんな弾あったら絶対こんなイカつくないだろう。ちなみにこの写真の人たち怖い人たちじゃなくてリアルの警察だそうです。いや、こんなんどっちがどっちかもうわかんねえよ。そこからは死んでも逃げられない。起きたら昼。俺の休日じゃねえか。休みの前の日に、よし明日休みだからな、午前中にやることやっちまうぞって思っておいて、起きたら昼で気がついたら夕方、なんだかんだ言ってたらもう寝る時間。もうね、昼に起きた時点で負けなんだよ。ノビ悪かった、今日置いて委員会だけには行かないでくれ。もう廊下に立たすのやめえや。まあこれも時代ですよね。僕の友達のじいちゃんなんか木刀でボコボコにされたことあるらしいです。それを家に帰って親に言ったら、あんた何悪いことしよってんって言われてさらに殴られたらしいです。ダメだ、自分じゃ加えられない。やめなさい。秋の新ドラマ裏切り者第1話、一緒にゴールしような。いや絶対裏切るやん、こんなの絶対裏切るやん。男のお茶飲んでくだけだから部屋上がらせてぐらい信用できないわ。次の子の名前に迷う。アワビはやめとけ、絶対にやめとけ。てかなんで今回こんな下ネタ多いんだよ。ったくどうかしてるぜ。